はい、今回の動画はですね、つなげよう、組み替え古戦況のプラレールを開封したいと思います。ちなみにですね、某家電量販店で税込み924円でした。まあ、結構ね、上級部品にしたらね、安い方かなと思いますね。はい。それではね、まあ、開けていきたいと思います。はい。あ、でも開けるのめんどくさいんでね、まあ、今回もね、ハンドパワー使ってね、まあ、一瞬で開けちゃおうかなと思います。なんでね、ハンドパワーをね、一気に使って開けていきます。はい、というわけですね。ハンドパワーを使って一瞬で開封できました。まずはじめにですね、単線古戦況を組み立てていきたいと思います。それではね、組み立てていこうかなと思います。はい。まあ、一応二つ、買ったんでね、二つとも開けちゃいました。まあ、でも単線古戦況はね、まあ、一つ分だけあれば十分なんで、一つ分だけとりあえず使おうかなと思います。こっちはちょっと使わないんで、避けちゃいます。はい。それではね、組み立てていきます。はい、というわけですね。まあ、こんな感じでですね。単線用のね、まあ、古戦況を組み立てました。こんな感じでございます。まあ、単線用といってもですね、まあ、一面二線の、まあ、島式ホームにね、まあ、設置するような感じのイメージですね。まあ、単線用という言い方はちょっと微妙です。不適切という、まあ、気もしますけどね。まあ、一応一面二線用の駅にね、まあ、設置する感じの古戦況ですね。まあ、あとね、二面三線の駅なんかにもね、設置できますね。はい、というわけですね。単線古戦況をレイアウトに組み込んでみました。こんな感じでございます。まあ、よくありそうだね。一面二線の駅に。設置してみました。こんな感じです。まあ、ちょっと今回ね、車両を走らせるつもりはないんで、手抜きのレイアウトとなっております。はい。で、ちゃんとですね、こっち側は階段で、奥側はですね、ホームの高さと合わせるために、階段はない感じになっております。はい。まあ、これ向き自由自在に変えれるんで、階段にしたり、ホームの高さと合わせたりすることもできる感じとなっております。はい。まあ、いろいろね、組み替え自由自在なんでね、いろいろ使えそうな感じとなっております。まあ、次はね、伏線、古戦況をね、組み立てていこうかなと思います。続いて伏線用の古戦況を作っていきたいと思います。もう主にですね、二面二線の駅にあるようなね、古戦況ですね。まあ、それをね、作っていこうかなと思います。それではね、組み立てていきます。はい、というわけですね、伏線用の古戦況が完成しました。それではね、まあ、二面二線のね、駅にね、組み込んでいこうかなと思います。はい、というわけですね、二面二線のね、相対式ホームの駅に、伏線古戦況を組み込んでみました。こんな感じでございます。はい。これと同時に発売されたですね、まあ、組み替え駅と同時にね、今回使用しております。組み替え駅ね、ちょっと、相対式ホームにするとね、ホームが細すぎてですね、若干ここはみ出ちゃってる感じですね。はい。なんかやたらホームが細いっすよね。なんか京急の神奈川駅とかね、まあ、南海電車の手塚山駅みたいな感じのね、なんかめちゃくちゃ狭い駅になっちゃってますね。っていう感じでございます。はい。反対側から見るとね、こんな感じでございます。はい。うん、まあ悪くはないですね。まあ次はね、まあ街の駅に組み込んだらね、どうなるのかっていうのをね、ちょっと検証していこうかなと思います。続いて街の駅と今回買ったね、組み替え古戦況がね、使えるかどうか検証したいと思います。問題なくね、段差も問題特にありませんね。ここ問題なしですね。で、奥の方も問題なしです。で、幅の方もね、特に問題ない感じですね。まあ一応古いタイプのね、駅のホームでも使用することができる感じみたいですね。続いて、田舎の駅と組み合わせてみました。こんな感じでございます。問題なく使用できます。段差もほとんどありません。はい。こんな感じですね。まあ、駅前が国道で、まあ、古戦橋を渡ってね、まあ、ホームに行く感じのね、駅でございますね。なんか、こういう感じの田舎の駅ね、結構ありそうですよね。なんか、田舎の駅とね、雰囲気的に合いますね。なんか、思った以上にね、田舎の駅と相性がいいですね。なんか、多分この古戦橋のここの部分が緑だからね、めちゃくちゃ相性がいいのかなっていう感じがしますね。なんか、超相性いいな。なんか田舎の駅がなんか一番この古戦況に似合うなって思いましたね。はい。続いて古い古戦況と新しい古戦況を見比べていきたいと思います。左が古い古戦況、右が新しい古戦況です。はい。左の古戦況はですね、まあクオリティがかなり高いですね。で、今回出たね、まあ新しい古戦況はちょっとクオリティはね、前回に比べるとかなり劣っちゃいましたね。まあその辺はちょっと残念ですけどね。ただですね、まあいろんな、まあ、使い方ができるんでね、こっちはこっちでね、良さがあるんですけどね。まあ、こっちはこっちでリアルっていう点で良さがありますね。まあ、それぞれね、違った良さがありますね。はい。まあ、なんかこっちちょっとね、なんか、レゴ感ありますよね。うん。ただ、古い古戦況の場合ね、伏線用専用なんでですね、まあ、単線の駅で使用することが、まあ、できなくもないんですけど、単線用の古戦況に組み替えることはちょっと、できないですね。一応これ、逆にすればね、若干幅縮めるぐらいはできますけど、ただ、単線幅かっていうとね、単線幅ではないんですよね。これ、逆にすると若干こことここのね、隙間が狭くなるんですけど、単線幅
幅かというとね、やっぱり微妙なんですよね。単線幅ではないんですよね。なんか伏線幅よりやや狭めって感じですね。ただ伏線幅はちょっと無理かなっていう感じなんで、若干縮めることだけできる感じですね。で、今回はもう完全にね、単線幅に縮めることができるんで、まあね、組み替えて遊ぶ点ではね、かなり今回の商品は優れてるなって感じですね。次はですね、まあせっかくね、古戦橋2つ買ったんで、2面4線の駅用にね、古戦橋をね、ちょっと合体させていこうかなと思います。まあこの古戦橋ね、延々につなげることができるんでね、めちゃくちゃ、まあ長い古戦橋にすることも可能みたいなんですよね。というわけでね、まあつなげていこう。古戦橋同士をね、つなげていこうかなと思います。はい。まあ、こんな感じでね、こういう風にすると、古戦橋同士をつなぎることができます。これでね、2面4線用の駅のね、古戦橋が完成しました。はい。まあ、めちゃくちゃでかいですよね。もっと3つとか4つ買えばもっと長いね、古戦橋を作ることできましたね。まあ、でも自分2面4線以上の駅多分作ることほぼほぼないんで、まあ、今回2つしか買わなかったんですけどね。まあ、もっとでかい駅作るのであれば3つを使ってもね、問題なかったのかなって感じですね。はい。まあ、ちなみにこの古戦橋の向きね、こっち向きにも変えれるんですよね。はい。で、こういう向きにもね、一応古戦橋できます。はい。よいしょっと。はい。で、こういう向きにして、こんな感じので古戦橋にできます。まあ、駅のホームからね、駅のホームとか入り、ここが駅の入り口で、まあ、こっから入って、まあ、こう、ホームに入るっていう感じの駅にもね、できますね。はい。まあ、次はね、実際にね、まあ、レイアウトに組んでみようかなと思います。はい。というわけですね。まあ、実際に2面4線の駅のレイアウトに組み込んでみました。こんな感じでございます。はい。相鉄線のですね、まあ、柏台駅みたいなね、雰囲気になりましたね。まあ悪くないっすね。ただね、今ちょっと思ったんですけどね、東口と西口、まあ両方にね、まあ改札作れないなっていうのに気づきましたね。まあ、片っぽしかね、この駅出口がないんですよね。まあちょっとそれがね、弱点だなっていうことに気がつきました。まあ、もう一個ね、この古戦橋買えばよかったなってちょっと後悔しておりますね。まあ三つあったらね、西口と東口両方作れたんですけどね。まあちょっとね、二つじゃまだ足りなかったなって感じがしますね。三つあってもよかったなって感じですね。まあ二つでもね、二つあればね、まあ一面二線の駅であれば東口と西口両方設けられるんでね。まあ二つはあった方がいいなっていう感じがしますね。まあ二面四線の駅であれば三つあった方がいいかなっていうのをね、実感しましたね。まあ非常にね、この古戦橋ね、いろんな使い方できそうなんでね。まだまだね、多分違った使い方できるなって思いましたね。はい、というわけですね。以上、つなぎよう、組み替え古戦橋のプラレールを開封するという動画でした。ご視聴ありがとうございました。いや、もう一個とかね、もう四つぐらい買ってもいいかな。なんかもうちょっと欲しくなりましたね。ご視聴ありがとうございました。まもなく、二俣川です。お出口は、左側です。二俣川の次は、鶴ヶ峰に停まります。大和、海老名方面は、お乗り換えです。The next stop is、二俣川。